ユートピア、ユートピア、とは、日本生まれの元競争馬である。2008年春より種母馬となっている。半兄に1997年の中京記念、函館記念を制した、アロハドリーム、父クリエイターがいる。デビューは2002年秋の京都競馬。初戦は5着と敗れるが、折り返しの新馬戦で、ダート競争に切り替えると、2着に1.5秒差をつける。 圧勝を飾る。その勢いで自走のシクラメンステークス、ダートオープン競争も圧勝。暮れの全日本二歳優秀に駒を進めると、そこでも4馬審査の圧勝で2歳のダート王に輝く。明けて3歳となり、寿司トレインと並んで3月の UAE ダービーに招待された。寿司トレインが早期に出走を辞退したのに対してユートピアは出走予定であったが、 UAE への渡航時期が、イラク戦争開戦時期と重なったため直前で、出走を辞退し、芝のクラシック路線に転じた。しかし毎日敗で2着、NHK マイルカップで4着に終わると陣営は、ダート路線へ戻ること決断し、ユニコーンステークスに出走して後続に5馬身の差をつけ、中央競馬の重賞初勝利を飾った。ジャパンダートダービーでは、ビッグウルフに花差で敗れるも、 ダービーグランプリで今度は、ビッグウルフを4馬身ちぎって統一 GI2 勝目を上げる。しかし秋の GI2 走は共に2桁着順に終わった。4歳になってからはしばらく、芝路線を歩むが勝ち切るまでには至らなかった。秋になって、統一 GI マイルチャンピオンシップ南部杯に出走。同競争では、ダート王のアドマイアドンに土を付け解消し、統一 GI3 勝目を飾る。 その後のレースでは、凡倉が続く。未勝利のまま一年が過ぎ、再び、マイルチャンピオンシップ南部派へ出走。史上二頭目の同競争連覇を飾った。その後は再び凡倉を繰り返したが、6歳のフェブラリーステークスでは三着に入り、再び復活の兆しを見せた。その後、ドバイミーティング、ゴドルフィンマイル、ダート1600メートル、 武豊との久しぶりのコンビで、逃げ切りでの勝利を収め、日本超教馬による、初の海外ダート重賞制覇を達成した。主だった、競争成績は、ダートに集中しているが、芝のレースでも2003年の NHK マイルカップ2004年の、安田記念で、それぞれ4着に構想したこともある。一方、2004年の北九州記念では一番人気で5着、2005年の、 安田記念は14番人気で14着と沈んでおり、競争成績を通じて芝の価値倉はなく、ダート戦ほどの成績を残すことはなかった。2006年5月2日、アラブ首長国連邦のシェイクモハメドを率いるゴドルフィンへの移籍が決定した。移籍金は400万ドル。日本の現役 GI はが海外に移籍するのはシーキングザパールに続いて2投目である。 遺跡初戦については、当初は11月のブリーダーズカップマイルか、ブリーダーズカップクラシックを予定していたが、出走回避。一方で、10月26日にジャパンカップダートの外国招待馬に選出されたことが、JRA より発表されたが、11月9日までに招待自体が発表され、日本での再出走は実現しなかった。結局、 2007年5月の米国ベルモントパーク競馬場におけるウェストチェスターハンデキャップが遺跡初戦となり1年以上のブランクはあったものの勝利で復帰を飾った。あ、走はメトロポリタンハンデキャップに決定し遺跡後発 G1 出走を期待されたが足の感染症が発見され回避となり6月8日にはベルモントステークスのアンダーカードとして行われた。 バードストンステークスにも出走を予定していたが、前足ひずめまたに異常が見つかったため回避している。ようやく遺跡後2戦目として出走したのは10月5日に行われた、米国メドーランズ競馬場の G2 メドーランズカップハンデキャップ。しかし、大きく離れた6着に敗れた。続く11月17日のスタイバザントハンデキャップで二着に入ったのを最後に引退が決定し、アメリカで 種ボバ入りすることとなった。2008年からアメリカニューヨーク州サラトガスプリングズにあるマクマホンオブサラトガサラブレッツでつなぎ用されているが、2010年から2011年にかけて一時アメリカテキサス州のマクダーモットランチテキサスにてつなぎ用生活を送ったこともある。種母入り初年度の種付け料は7500ドル、約84万円であった。 2014年から2015年の種ボバシーズンの途中の6月にトルコのエージェントセルダー・ケマーオスカレック氏に売却され9月上旬にはマクマ・ホンサラトガサ・サラブレッツを馬運車で出発ケンタッキー州レキシントンのエルメンドルフ・ファームにて30日間の出国検疫検査を受けた後9月中旬には2007年以来長く住んだアメリカを飛行機で後にした トルコのカラジャベーナショナルスタッドファームにて新生活を送っていたが2015年7月6日掲用されていたトルコのカラジャベーナショナルスタッドで心臓発作により死亡。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。